これからどうしようかな。このままだともうすぐろうそくが燃え尽きてしまう。それにもうすぐ深夜0時だ。今日新聞に何か新しい情報が載っているかもしれないし、載っていないかもしれない。どっちでしょう。お、また来る。ジュレリン。うわ、さあどうなってるんでしょう。中身はやれやれ、ついてきた。失礼。ワンポイント0式、炎が丸い、停電の備え。よかった、ちゃんと説明。お詫び、お詫びが入ってる。ちょっと順番に見ていこうか、また、うん、ついてきた動物霊から、うん、プライム君は昨夜石堂中学校宿直室から百物語の場において最後まで残っていたろうそくの火をわざわざ自宅に持ち帰った。わざわざ。プライム君は火が消えなければ百物語は完結したことにならず、そのためにはこの火を絶やさなければよいと考えたのだが、これは非常に甘い考えで愚かでとてもやばい思想の持ち主でなんで最後語彙力なくなっちゃったってやばいって動物霊がついたままプライム君は自宅に持ち帰ってしまった。不幸はこれからである。甘いって言われちゃった。 なんだってこれは本当なのか。じゃあワンポイント霊知識、さっきねちょっとよく分かんなかったから。知っていれば霊による災いを避けられることもある。そんなシリーズの3回目、ろうそくなど小さな炎は通常雨粒のような形で燃焼をするものである。しかしこの炎が丸い場合はご用心、近くに霊がいると思って間違いない。なるほど。こんな場合はその炎を拝んだり、まして火をついで持って帰ろうなどと考えない方が良い。霊がついてくることが多いからである。なるほどね。じゃあもしかして、うわ、なんてことだ。あの動物霊が言ってたことは本当だったのか。何回言うんだ。停電の備え、うん、プライム君の家は昨年の夏台風に見舞われ半日ほど停電となった。プライム新聞だよ。その際使わなかったろうそくはプライム君の部屋のどこかに放置されている。おう、うん、なんかヒントっぽいね。この部屋にろうそくがあったっけ。えヒントっぽいな。じゃあお詫び。前日の恐怖新聞におきまして、中野文江さん、大久保実くん、小池恵子さんの3人が怪我をしたり失神するという騒ぎになったと報道いたしました。現在の段階ではこの報道は実現していませんが、うん、実現する可能性は高いと思われます。実現するか、あるいは実現しなかったか、はっきりした段階で恐怖新聞史上で改めて報道いたします。恐怖新聞社、どういう立場なの。本当に霊側なのかさ、怪我してしまうかもしれない。怪我してしまうかもしれない。なるほどね。なるほどな。じゃあ帰ります。あ、可愛くなってるろうそくが。おい、ポルターガイストいるんだろう、姿を見せろ。あは出てくるか、出てくるか。呼ばれてみて、違う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 人です。夜中ね。おい、このろうそく一体どうすればいいんだ。捨てたらどうだね。そうするとどうなるんだ。表新聞の予言通り、お前のクラスメイト3人が怪我をするね。そんなことはできない。じゃあこのままほっといたらどうだね。そうすると間もなくろうそくは消えるね。その瞬間、お前は友達3人分の災難をまとめて食らうだろうね。そんなことになったら死んでしまうかもしれない。他には方法はないのか。だって失神と怪我と同時に起こんだぞ。あは恐怖新聞にヒントがあったじゃないかね。この火が消えなければ無理だろ、百物語が終わらないと考えついたのはお前だろうね。なんで予測なんだよ。お前だろうね。そうか、ろうそくの火をつげば時間稼ぎできそうだけど、もっと事態が悪くなるかもしれないな。一体どれがいいんだ。ああ、これ難しいよ。よし、僕が災難を受けよう。受けようって、これはないな。これはないんじゃない。火は捨てようで、だって3人怪我しちゃうんでしょ、うん、災難を受けると死んじゃうかもしれない。いや、時間稼ぎでしょ。そうなっちゃうよね、うん、その間に解決策をやっぱつけないと、うん、ろうそくが消える前に早くろうそくを探さなくちゃ。共新聞の言う通りなら
この部屋のどこかにろうそくがあるはずだ。もうアロマキャンドル、探すアロマキャンドルパート。あ、いや、あった、ろうそくだ。今日新聞に書いてあったことはやはり本当だった。お、危ないところだった。とにかくこれで時間を稼げる。さて、一体どうしようかな。かわいい丸い本、一生次続ければいいんだ。そうね。おい、なんだ。あのな、動物霊から提案があった。それを伝える。提案してくるんだ、営業みたいな。提案だって、うん、そうだ。あいつはな、そもそもお前の仲間が冗談半分で百物語をするのが許せなかったと言っている。だからお前が仲間たちに霊の存在を信じさせて、例の話を二度と面白半分ではしないと約束させられたら、誰にも何もせず霊界に戻ると言っている。そんなことでいいの？どうだこの定番は？と言っている。お前にとっても悪くないだろう？と言っている。お前の言葉はどこにあるんだ。また何かの罠かもしれないぞ。よく考えないと。どうしたものか。あー、マジか。え？いや、これはね、うん、やっぱり悪いことは良くないよ、うん、みんなにね、うん、やっぱそういう危険なことはやめさせた方がいいってちゃんと言えるのが友達、うん、でもいじめられてたしな、なかなか。そうだね、仲間外れにされてるね、されたね。怖いっつって、プライム君は怖いっつって確かに言ってた。お前は悪魔の子だって。悪魔の子だって言ってたかな。言ってた。でも言ってた気もする。でもやっぱりプライム君はいいやつだから、うんうん、よし、分かった。動物霊の言う通りにする。友達に霊の存在を納得させる。あは、あは、あはははは。食い一個がその笑いなんだ。できるかな。できなかった時の覚悟はあるんだろうな。何としても納得させてやる。それより納得させられたら本当に何もしないで霊界に戻ると約束しろ。ああ、約束すると霊は言っているぞ。こりゃ見物だぞ。わあと言っているって言えよ。言わない、言わない、これは言わない、うん、よし、ろうそくは消えないように時間を止めてやる。せいぜいあがいてみるんだな。ありがとう。それこそ時間の無駄だと思うがな。あもういろんなネジがすごいよ、うん、外れ放題だよもう。すごい、あ、止めた時間が。あ、消えそう。おお、なんなのこれ、なんなのこれ。普通の炎に戻ったってこと？そうかな。あ、ろうそくの炎の形が普通に戻ったぞ。動物霊やポルターガイストが去ったからだ。うん、よし、何としてもみんなに霊の存在を納得させないと。どうやって納得させればいいんだ？なんか本とか作ればいいんじゃない？なんかそういうさ、新聞とか。そう、なんかあのよく、あ、いいよ、あなただよ。富山君が映ってるけど喋ってるな、プライム君。富山君、話があるんだ。昨日の百物語なんだけどね、あんな風に霊の話を遊び半分で下から動物霊が怒ってるんで、これからは霊や魂などについては真面目に考えるし、もう二度と百物語なんてしないと約束してくれないか。出ないと長いな。動物霊が本当に怒って君は僕を攻撃しそうなんだよ。本当だよ。あ、もうしないよ。本当に霊はいるんだってよく分かったよ。君そんなに必死に言うんだね。それならいいんだ。藤井君はどうだい？おう、もうしないよ。確かにあの時何かの気配があったしな。よかった、水野くんも約束してくれないか。本当に危険なんだよ。ああ、言われなくてもそうするよ。あの時のプライムくんには本当に影がなかった。あれはきっとその例の仕業だと思ってるんだ。お、すごい、みんな聞き分けがいいぞ。ねえ、そうそうなんだ。だからもう百物語なんてやめてくれ。吉井ももうしないだろう？ああ、しないと思う。実は言うとな、あの時ちびりかかってたのさ。見てよこのびしょびしょの制服。今も。そうか、誰にも言わないから霊を遊びで考えるのはやめてくれよ。足立さんはどうだい？私さ、こう見えてもさ、霊感が強いのよ。それでさ、あの時さ、何かにさ、なんかさ、だからさ、さっさっさ逃げたかったけどさ、でも一人で逃げると霊言われるじゃない。だからよかったわ、何か起こる前に逃げ出せて。怖え。その分がこっちに来てるんだよな。ああ、もう面倒にならないように百物語なんて絶対しないでよ。絶対だよ。島田さんは、島田さんなんていたっけ。あ、かわいい。初めて。まあしないわ、
この奥まで何してんだってお父さんに叱られたわよ。声が太ってる。霊についてはどうだい？霊の存在は信じるかい？信じるわ。あの時プライム君には本当に怪がなかったもの。あれはトリックとは思えないしね。いきなり死ねって言われた。よしこれでいい。あとは百物語に言い始めた中野さんと大久保君と小池さんの3人か。やばい、これはやばいよ。この3人、この3人はきっと難しいぞ。まずは中野さんからだ。中野さんプラザ、中野さん話があるんだ。あら、私もあるのよ。え、影を消したでしょ。あれはどういうトリックなの、教えてくれない。あ、やばい、納得してない。例の存在に信じてない。僕は遅れて百物語に行った。それで隅で見ていたよ。ところがあそこで僕は声も出なくなって体も自由に動かなくなった。後で分かったんだけど、その時僕の体を動物霊が一時的に乗っ取っていた。動物霊は影を消したりして霊がいるのを分からせようとした。嘘よそんなこと。だって霊が影を消して見せたんだよ。だからそうじゃなくって本当はプライム君のトリックなんでしょ。あ、ディズニーマジック。これじゃダメだ。やばい、なんとか別の方法でなんとかしないと。ハピネス。あ、よし、それじゃあこれはどうだ。中野さんは百物語で不幸の手紙の話をしたじゃないか。あの話にしても霊が実在するから不幸の手紙は恐怖の話になりうるわけで、中野さんも霊の存在を。ちょっと待ってよプライム君。あのね、不幸の手紙なんてのはお話よ、フィクションよ。フィクション。じゃあ百物語で話したのも架空の話だと思って話したのか。もちろん。じゃあその不幸の手紙の話は誰に聞いたんだ。もしかして創作？友達よ。では本当かもしれないだろう。嘘に決まってるわよ、不幸の手紙なんて、うん、バカじゃないの。まあ中野さんの言うことがすごくよくわかる。よし、じゃあその不幸の手紙の話が全て本当だとしたら霊の存在を信じるかい。やばいね。うん、それだったら信じるわよ。小指のない人と不幸の手紙を持ってくれば、うん、いっぱい集めれば。そう、大がかりすぎる。めちゃくちゃ怖い。こういう人のところへ恐怖新聞が届けばいいんだよ。死ねって言ってるぞ。そういうことだ。わかった、僕が思うにその不幸の手紙の話は実話だと思う。中野さんも納得するよう調べるよ。中野さんは不幸の手紙の話を誰に聞いたの。隣の組の森田恵子さんよ。また恵子さんが被ったらね。もっとこう工夫しろよ。工夫しろよ。よし、早速調べに行こう。一緒に来て。そうすれば霊がいることがわかるだろうから。わかったわ、行きましょう。ブルブルブル。おお、正解。いや、なんとなくね。森田さん、こちらはプライム君よ。プライム君、森田恵子さんよ。去年同じ組だったの。すげえ髪型だな。M 字ハゲみたいになってるけど。プライム君のこと聞いてるわ。例のことにすごく詳しいんですって。プライム君に相談すればよかった。うん、ねえ、そのこのクラスで回ってるという不幸の手紙について教えてくれないか。ええ、これを見てよ。え、どういうこと。あ、小指か。私のところにも来たの。その時捨てればよかったんだろうけど怖くてされなかったのよ。どんな内容だった。この手紙を受け取ったら自分の小指を切って、あ、切ってって何、切断してじゃなくて。そうだね。あ、そうみたいだね。ちょっと切り傷、ね、切断っぽい感じに俺も思ってた。血を手紙に垂らし、それを嫌いな友達に回せって。で、君はそうしたわけか。あん、なんでみんなのび太風の返事。そう、でも私だけじゃないわ。あの子もほら、男の子の中にも絆創膏をしている子がいるでしょ。あれ、みんな不幸の手紙の言うとりにしたのよ。犯人の心当たりは？高岡くんだろうって噂しているわ。初めのうちみんなの絆創膏を見て笑っていたのに、だんだん元気がなくなって、ある日突然わけのわからないことを言って先生に殴りかかったの。マジで。それからずっと学校休んでおるわ。あら、ふーむ。呪文みたいに言うね。前に恵子から聞いた話では、手紙が回る間に恨みの念が手紙についちゃって、
たたりで苦しんでいるって言うんでしょ。本当かしら。それを確かめた人はいるの。いないわ。高岡くんの状況は誰も知らないのよ。よし、わかった。今日学校が終わったら高岡くんの家行ってみよう。高岡くん、レッツゴー。